まず一つはちょうどスクランブル交差点とかを歩いてるときにたくさん人がいる道でなんかむやみやたらに私をこうやって守ろうとして人に当たっちゃうよみたいなぶつかっちゃうよみたいなのむやみやたらにやってくる人はなんか自分で歩かせてって思うので嫌なのとあともう一つはちょっといい感じのなんだろう相手が私に好意を持ってたとしてもなんかロマンチックな目でなんかこういう風に見てくるとなんか私はロマンチックが嫌いなので嫌になっちゃいます自分のことをお前って呼ばれると結構気持ちが沈みますねいやお前って言うなやって思いますね正直に言いますよお前って言うのやめてもらえるみたいなことを言いますね2回目はないです1回だけで洋服私結構服装結構ちゃんとしてて服装になんか手なんつうの口出してくる人とか本当にイラッとしますそのストリート系最近流行ってるじゃないですかストリート系の服を着て会いに行ったら今日お前ストリート系似合ってないよ可愛い系の方が似合うよっていう風に言われて褒めてんのかけなしてんのかって思いながらイラッとしましたねストリート系頑張って買ったのに比べられても困るなんていうの前はこうだったけど今こうだからみたいな他の人とも比べないでほしいしシンプルに可愛いねとかの方がいい、うん